秋枯れの小木。小木は、武蔵野の原野を代表する植物の一つであった。武蔵野は、関東の一地域を指す、地域名。どこまでも続く原野として、あるいは、月の名所として、古来様々な文芸作品、美術、工芸作品に題材とインスピレーションを与えてきた。名称に、武蔵野を持つ、地名、作品、その他についてはいかに記載。 武蔵野の範囲について、明確な定義はないが、工事園によれば、荒川井南、多摩川井北で、東京都心までの間に広がる武蔵野大地であり、また講義には、武蔵国全部を指すこともあるとされる。また例えば、江戸後期に出版された、江戸名所図では、南は、多摩川、北は荒川、東は、隅田川、西は、大岳、秩父船を限りとして、多摩。 ヒツジュ、スズキ、エバラ、トシマ、アダチ、ニーザ、コウライ、ヒキ、イルマとすべて従軍にまたがると解説している。1898年に、国木田ドッポは、随筆、武蔵野を表したが、この作品は後に広く愛読され、その後の、武蔵野間に、大きな影響を与えることとなった。作中、国木田は、友人の言葉として、以下の通りんことし、 武蔵野の地理的範囲の最低義を試みている。武蔵野はまず雑司ヶ谷から立つて、線を引いてみると、それから、板橋の中線道の西側を通って、川越金坊まで達し、君の一辺に示された入間群を包んで丸く、後部線の立川駅に来る。この範囲の間に、所沢、田無などいう駅が、どんなに趣味が多いか。 ことに夏の緑の深い頃は、さて立川からは、玉川を限界として、上丸辺まで下る。八王子は決して武蔵野には、入れられない。そして、マリコから下目黒に帰る。この範囲の間に、布田上りと西などのどんなに趣味が多いか。以上は、西半面。東の半面は亀戸辺より小松川へ駆けき 下川から掘り切りを包んで、千住金棒へ至って止まる。この範囲は、異論があれば取り除いても良い。しかし一種の趣味があって、武蔵野にそういないことは前に申したと堀りである。この国木田の記述によると、武蔵野の範囲は、現在の東京23区西部と、北多摩、西多摩、埼玉県川越市以南の中南部。 神奈川県川崎市北部のごく一部ということが推測される。山手線の内側は、武蔵野大地の橋で、ギザギザなため坂が多く、山手と言われている。タウン市や TB、不動産関係などでは、武蔵野、三鷹、小金井、調布、狛江、西東京、東久留米、清瀬の各市を指すことが多い。 旅すがら武蔵野の奥深く分け入った西行が人里を離れた草原のようにて老僧と出会う安心。西行物語に登場するこのエピソードは広く知られ、後々よく引用された。画像は俵や宗達による西行物語絵巻の模写より。人の手が入る以前の武蔵野は商用樹林であったが、 やがて焼き畑農業が始まり、その跡地が草原や落葉公葉樹の虹林となり、巻と呼ばれる牧草地に転用されるなどして、平安期頃までには、原野の景観が形成されたと言われている。武蔵野の名の成り立ちは言うまでもなく、武蔵野のということだが、元来、武蔵国周辺のいわゆる東人たちが、自らの住む三野を指して呼んだものであった。 武蔵野の名が初めて資料に現れるのは、万葉集で、第十四巻、あずま歌に、彼らの読んだ歌が編まれて残っている。武蔵野の王、ぐきがきぎし立ち分かれさにいしおいより、セロにあわなふよこいしけば袖もフらむを、武蔵野のうけらが花の色に出ない夢武蔵野の草葉、もろむきかもかくも君がまにまにわれはよりにしお中世になると、 多数の歌が武蔵野を題材として読まれ、中には後世まで、たびたび引用されるものもあった。紫の人もとゆえに、武蔵野の草は見ながら、哀れとぞ見るを見ない死にを減る秋の武蔵野は、常よりもなおむつましきかな行く末は空も一つの、武蔵野に、草の腹よりいずる月影武蔵野やゆけども秋の果てぞ、なきかなる風化、末に膨らむ玉にぬくろは、 こぼれて、ムサシの草の葉結ぶ秋の初風ムサシノは、月の入るべき峰も梨お花が末にかかる白くも、めぐりやはむ空いく月つきの行く末もまだ遥かなる、ムサシノの原。長月の下にさえ行く、ムサシのゆかりに遠き草の元かな、ムサシノは、 木陰も見えず、ほととぎすいくかを草の腹になくらん、武蔵屋といずくを刺して分けいらん行くも帰るも果てし、なければなお、11世紀に書かれた、サラシナ日記と14世紀初めの、と、はずがたりは、いずれも自助伝というジャンルのノンフィクションだが、各作中では、馬上の人物が見えないほど、に、草の生い茂った土地として、武蔵野が描かれており、当時の武蔵野の実態の一端をうかがい知ることが、 できる。今は、武蔵の国になりぬ。紫政府と聞くのも、足、おぎのみ、高く生まひて、馬に乗りて弓もたる末見えぬまで高く生ひしげりて、中を明けいくに、竹芝という寺あり。八月の初めつ方にもなりぬれば、武蔵野の秋の景色ゆかしさにこそ、今までこれらにもはべりつれと思いて、武蔵の国へ帰りて、浅草と申す度あり。野の,の中を、 はるばると分けゆくに、はぎ、おみなえし、おぎ、ぼうよりほかはまたまじるものもなく、これが高さは馬に乗りたる男の見えぬほどなれば、おしはかるべし。三日にや分けゆけども月もせず、地と傍ら行く道にこそ、宿などもあれ、はるばる人と、堀は、腰方行く末の腹なり。観音堂は地と引き上りて、それも、木などはなき腹の中におわしますに、 まめやかに草の腹より言いずる月影と思いずれば、今宵は十五夜なりけり。以上のように、中古から中世にかけての日本人が持っていた、武蔵野のイメージは、総じて、野草の野原、後には、ガツの美しい、暴柏として、どこまでも続く原野といったものであったということができる。花札の別名を、武蔵野というが、そのイメージを象徴する、某に月の札。 江戸海封以降、人口の急増を見込んで、近郊各地の神殿開発が旺盛に進められた。進歩した測量技術と社会資本によって、玉川浄水や伸び止め用水が改作され、武蔵野大地上でも農業が可能になった。こうして進められた開拓によって、原野は徐々に姿を消し、代わって田畑、社寺林、屋敷林、 街道防風林、雑木林など、今日、武蔵野の自然と呼ばれているものが人の手によって、もたらされていくこととなった。しかしながら、文芸上に現れる武蔵野のイメージは中世までの、それと変わらず、むしろ失われゆく武蔵野を惜しむものが多かったという。例えば前述の、江戸名所図は、現在の一と三県にまたがり、各地の観光地名所を網羅した、大部作で、 武蔵野及び関連項目には多くの紙面を割いて解説しているが、そこには次のように書かれている。草より出て、草に入る、また草の枕に、旅根の日数を忘れ、問うべき里の遥かなりなど、代々の歌人玉とを絞りしが、ご入国の頃より、昔に引き換え10万個の水縁、紫霞と共に棚引き、わずかにその旧跡の残りたりしも、 女王より、教皇に至り温度まで、神殿開発ありて、高田林縁となり、王子の風光これなし。されど月を鞘山に登りて、四輪を拳するときは、荒野草帽、千里無限、王子の城を創造するに垂れり。武蔵野図屏風江戸時代には、美術の世界でも、武蔵野図と呼ばれる、ジャンルの作品が制作された。 とりわけ、武蔵野図屏風の名で呼ばれる、屏風絵は一時流行し、後には定型化した様式を持つに至って、類似の作品が多数作られた。茶器や、刀装具、調度品などの工芸作品も含め、これらの作品に共通するのは、薄をはじめとして気境、お見ないし、野菊、萩などの秋草、月、東国を表す記号でもある、富士山などを題材とし、 石爆とした秋の野を描き出している点であり、前述のような、武蔵野のイメージ、美意識の視覚化を試みている。国木田ドッポの、武蔵野、発刊当時の作品名は、今の武蔵野はその名の通り、武蔵野を主題とし、その風景美と詩集を描き尽くした著名な、随筆作品で、後世の武蔵野のイメージの形成に、多大な影響を与えている。 国木田は渋谷村の一角に今日自ら毎日のように出かけては、東京近郊を商用し、そうして過ごした実感体験に基づいて、武蔵野を書き上げた。作中、昔の武蔵野は、茅原の果てなき光景を持つて、全類の美を鳴らしていたように言い伝えてあるが、今の武蔵野は林であるとあるが、この、林とはすなわち、新潟の供給源としても、 重要だった、いわゆる里山の雑木林のことであり、国木田は都市から相当多くない人間の生活圏と自然が入り混じる田園地帯として新時代の武蔵野を描き出そうとした。彼はまた次のようにも書いて武蔵野の個性、唯一性を強調している。武蔵野を除いて日本にこのようなところがどこにあるか。北海道の原野には 無論のこと、なすのにもない、その他どこにあるか。林殿とが、核もよく入り乱れて、生活と自然とが、このように密接しているところがどこにあるか。国木田は、自らの見聞きした、田園地帯の情景を描写するために筆を尽くした。次の一節には、彼が体感した、どこまでも広がる武蔵野の空間性が、よく表現されている。 半ば黄色く半ば緑な林の中に歩いていると、隅は立つた大空が小の隙間から覗かれて、火の光は、風に動くはずえに砕け、その美しさい,い尽くされず。武蔵野のような広い平原の林が熊なく染みまつて、火の西に傾くとともに一面の火花を放つというも、得意の美観ではあるまいか。もし高木に登りて、一目に、 この体感を占めることができるならこの上もないこと。よしそれができがたいにせよ。平原の刑の単調なるだけに、人をして、その一部を見て、全部の広い、ほとんど限りない光景を想像させるものである。その想像に動かされつつ石章に向かつて、紅葉の中を歩けるだけ歩くことが、どんなに面白かろう。友人が示した、武蔵野の範囲の定義に対して、国木田は、 自分は以上の諸説に少しの依存もないと書き添えているが、しかしながら彼自身が強調したのはやはり麦や大根の畑、桑の木畑、奈良などの雑木林、欅の目立つや敷林、時に茅原が見渡す限りモザイクのように混交して広がり、ところどころに刻まれた宿の底には水田があるという東京西光の丘陵地帯に当時広がっていた田園風景であった。 こうした原風景は、その後の都市下の前進により、徐々に失われ、今は面影を残していない。なお、この丘陵地帯とは、現在では、武蔵野大地などとも呼ばれているものである。雑木林に囲まれた哀愁漂う武蔵野の風景像は、国木田以外にも、徳と弥勒家などの分子によって形成され、国木田の武蔵野が教科書に採用されることで、 その影響力は、さらに強固なものとなった。1910年代以降には、新宿の映画館ムサシ館のように、いろいろな事物で、ムサシをキャッチコピーに含ませたり冠にすることが流行し、今日でいう地域ブランドを形成していった。1911年には、ムサシ鉄道が開業し、ムサシノの開発と観光化が加速していったが、 1921年に、寺田虎彦は、東部東上線を使って、車生旅行を行い、古き良き武蔵野の面影をなりますに見出した経験を、随筆、車生機構で詳細に語っている。戦後の復興期、東京郊外では一二十二三輪、原野、三水田の順に宅地化が一層進行した。 東京緑地計画により戦前に多数買収された農地も農地改革によりその大半を失った。そのような中で例えば1960年代に玉川上水、五日市街道沿いの街道屋敷林やしきりにはいくつかの丘陵地などが郷土風景の保護を目的として風地地区に指定されるような事例もあったが、全体として都市化、スプロール化の進行は防ぎようもなく、 現在では一部の公園や農地、風地地区などの緑地を除けば、市街地が隙間なく、東京郊外の武蔵野地域に広がっている。一方で、各種燃料、肥料の発達した現代では、新炭や落ち葉堆肥の確保のために雑木林に入るということがなくなり、特段の意図をもって継続的な手入れを行わない限り、雑木林を維持することはできなくなってきている。 現在、東京都や埼玉県下で自然に親しむような取り組みを行う場合に、武蔵野をキーワードに行われる場合がある。また、武蔵野の自然、武蔵野の森といった言葉が微笑として使われることもある。武蔵野の原野の記憶は遠く忘れられて久しいが、国木田の唱えた武蔵野の雑木林のイメージは、 今でも生きながらえており、そのような植生を再現しようという動きもあるが、しかしながら、本物の、武蔵野特有の雑木林を実際に目にする機会が、失われるにつれて、再現される。植栽の樹種などは、武蔵野本来の固有性を失い、ごく平凡な虹林と変わらないものに置き換わりつつ、あるという。武蔵野の雑木林の面影を今に伝える。 三好町上富の平地林。営農サイクルの中で絶え間ない手入れによって維持されている。野山北、六道山公園、里山民家ゾーンの一角。山に抱かれた、八と田は、現在の武蔵野周辺で見ることのできる、里山的景観の一つの典型である。埼玉県埼玉県西南部の武蔵野大地上では、 比較的開発が及ばなかったために、昔ながらの農村風景を、ある程度残している地域が存在する。代表的な例として、埼玉県入間郡三好町の上、不地区が挙げられる。この地域では、柳沢義康の命による、開拓当時から300年以上続く、屋敷林二十歳雑木林がセットになった、土地利用が、比較的よく保存されており、 1960年代以降、工場や配送センターなどの建設による産食を受けてきてはいるものの、地元営農家グループや地域の教育委員会などによって受け継がれてきた生活空間の維持が意識的に取り組まれている。このほか県下では、ナショナルトラスト方式で土地の買取を進めるトトロの森や埼玉緑のトラスト協会などの取り組み例もある。また、 新座市にある平林寺では、43ヘクタールに及ぶ、まとまった、境内林が開発を免れ残されていて、武蔵野の雑木林の面影の残る広大な、境内林であるとして、国によって、天然記念物に指定されている。宮崎駿のアニメ作品、隣のトトロは、丘陵と農地の入り混じった美しい農村風景を、描いた作品として知られるが、 こうした風景は、昭和中期の所沢周辺の農村地域をモデルとして創造されたと言われている。東京都など、東京都内では、スプロール化はより進行しており、比較的平坦な土地について言えば、まとまった、広さの里山景観を見ることは、ほとんどできない。数ヘクタール以下程度の海よく宅地化を免れた、比較的小規模な雑木林や竹林などが保全され、 行政の委託を受けた NPO などが維持管理をしている例は各地にいくつか見られる。宅地化の進まなかった傾斜地周辺ではまとまった量の緑地が残されてきたケースがあり、国分寺崖線沿いなどもその一例だがより広い空間を持つ山須措置などでは野党を中心とした里山づくり、保全が進められている例がある。例えば、秋野市の横、沢入 八王子市の堀之内地区や、いずれも狭山が丘寮に抱かれる、埼玉緑の森博物館、野山北、六道山公園など。また玉川を南へ渡れば、もともと、武蔵野第一よりも起伏が激しく宿が多かった、関係で、町田市、川崎市、横浜市などでは、一定数の宿が宿殿を含む、里山景観地として保全されている。 その他いくらか珍しい事例として、昭和30年代の農村風景を再現しようという昭和記念公園の木漏れ日の里のような取り組みもある。とはいえ、これらの多くは、範囲が狭小だったり、周囲が産地だったりするため、国木田が書き残した武蔵野とはまた別種の景観を、呈しているというべきであろう。地名に、武蔵野の名が使われる場合がある。 かつての武蔵国にあたる地域の中で自治体名、住居表示名に武蔵野が使われている例は以下の通り。武蔵野はまた以下の名称にも使われている。普通名詞固有名詞、商標など、その他企業、法人施設などの名称に武蔵野の名を冠することがある。例えば、武蔵野銀行、武蔵野美術大学、武蔵野、 武蔵の村など、ありがとうございます。